絶対にさ、欲しいメンツがさ、もうパキ見る限り紫式部とアビゲイル、この2枚は絶対に出したい。やっぱさ、夏仕様だからさ、あれかな、水着のキャラが多いんかな。FGO ウェアス第10弾ということで、今回のパッケージはこの2パッケージで、紫式部とアビゲイルがもうここに出てるんだよね。絶対欲しいな。マストでゲットしたい。あとは裏のパッケージ、全部出てるから、裏のラインだ、ほら、もう全部出てるんだよね、このシリーズで毎回ね。全部で24、あ、そうそう、シークレットあんだよ、このシリーズで。24種プラスシークレットあって、他に欲しい、メフィストフェルスも欲しいな。マストで欲しいのは、今回全部揃わないと思うからさ、絶対マッスル欲しいのだけ出てくれれば、紫式部レアだ。レアゾーンにいる。絶対欲しいね。で、アストロボスーパーレア SR ゾーンにアストロボいるわ。アストロボ絶対欲しいね。あと、アビゲイル SR じゃねえか。アビゲイルね、ここにカード出てるんだよね。これ SR か。SR しようか。アビゲイル SR だ。アストロボとアビゲイルと、アルトリアと殺生員キアラか。で、あと蒸気以外にシークレットがあると。シークレットはここに書いてないメインツ、一応見とかな、全部ね。ここに出てないのが来た瞬間にもシークレット確定だからね。それではでは早速、この箱のない方のやつから開封して、おそらくね、今回のシークレットはさ、水着のなんかキャラだと思うんだよな。ライコーだったら最高だよな、水着のライコー。水着のライコーだったらすげえ嬉しいんだけど。いやでも可能性あるか。ライコー今までシークレットなかったし。え、待って、ライコーのシークレットだったら水着の。え、すげえんだけど、もう、やべえ。じゃあ、花粉中の花粉どころじゃねえんだけど。一発目。うわ、すげえ。カード仕様、愛の変わらずのさ、綺麗さだよな。めっちゃ綺麗だね、このシリーズのさ、カード仕様。裏にはこう、データが、いつもと同じく書いてあるんだよね。よしよし、オッケー。一発目。で、二発目。二発目で来るか、アビゲイル紫式部。とりあえず、この2枚。あと、アストロボな。SR のアストロボ絶対欲しいわ。すげえ楽しい。ささーん。アビゲイル嘘、2発目にして来てしまった。マジで。しかもさ、これスーパーレア、SR だからさ、ちょい分かりにくいんだけどさ、虹にレインボーに輝いてる。ちょ、分かるかな。レインボーに輝いてんだよね。他のカードとは一線を画している仕様になっている。まあ、スーパーレアとシークレット同じ仕様なんだけどね。あんま変わんないんだよね、シークレットって言っても。シークレットプラス箱押しとかだったら最高なんだけど、変わんないんだよね、デザイン的には。やったアビゲイル来たわ。よし、あと紫式部だ。しかも SR っていうのが熱いよな。やったー。マジ、めっちゃ調子良くない ?SR。SSR って確か書いて、シークレット SR ってことで、確か書いてあるんだよな。ていうかね、このシリーズ開封するのすごいっす。しばらく出てなかったよね、これ。FGO のさ、ウェアスシリーズ。出てなかったよね、しばらくね。久しぶりに開封する気がするんだよな。だから、めちゃめちゃね、シークレットも楽しみだし、欲しいカード全部集めたいって、やっぱカードコレクターだからさ、全部集めたいんだよね、欲しいカード。だドキドキ、すげえドキドキする。めっちゃドキドキしている。あと、とりあえず、紫式部とアストロフォが出れば、まあ、コンプできない。今日はできないけど、勝ちというね。数的に無理だから、お、ラクシュミーボーイ。あ、いたわ、そういえば、一番上にいなかったっけ。そうだ、ラクシュミーボーイいたわ。この肌のいい色、いいような褐色。並べてみたらわかるかな、このレインボーの素晴らしさ。すごいレインボーでキラキラなんだよね。こっちノーマルカードはレインボーじゃないんだよな。いやーすげえ。いや、アビゲイル最高な。これもう一枚欲しいな。かぶんねえかな、もう一枚。アビゲイルもう一枚欲しいな。確かね、ワンボックスね、シャッフリングじゃなければ、スーパーリア2枚出るはずなんだよね。おそらく。1枚だったから、いや、2枚出たはずなんだよな。だからこれもワンボックス分だったら、もしかしたら、もう一枚出る可能性もある。いや、でも低いけどね。一枚出ただけでもすげえ、しかもしょっぱな出たからな。一枚出ただけでもかなりラッキーなんだけど、もう一枚から、いや、アストロボ出てほしいな。でもまあその前にさ、紫式部決めたいよな。やっぱ紫式部は絶対に出したいから、ささ、いやー、かぶったか。そうね、もうしょうがない。これはもうかぶるのはね、かぶりカード横に置いとくわ。かぶるのはしょうがない。もうシャッフリングだからさ、ワンボックス分じゃ、でもワンボックス分でも後半被るけどね。これ確か。被るから、全部バラで来ることなかったはずだからさ。被るよね、これね。確かね。確か被るから、まあ、しょうがないんだけどね。うん。でも、いや、できればバラで出てほしいな。できればね、できればコンプに近づきたいわ。コンプできないにしても、コンプに近づきたいっていう。いやー、あとシークレットだよな。シークレットが何かどうかって。なんだろう。
シークレットなんだろうね、めちゃくちゃ気になるよね、シークレットね。シークレット何が来るのか、いきなりやべ、あの裏に載ってなかったのが来たらシークレット確定だからさ、もう SSR っすよ、 SSR 裏に出てない、あのここにいなかった やつが出た瞬間にもう全部覚えたから大丈夫、ここにいなかったやつが間違いなくもうシークレット。いや、ライコーな予感するわ、やっぱあのダイナマイトボディ、夏だし水着ふさわしいじゃん、ダイナマイトボディの帝王でしょやっぱり、だ出るんじゃないかな、いやすげえ楽しみだな。でも出なかったら出なかったらどうしようとか、違ったらどうしよういや、あのシークレット出る確率まああるんだよね、あるっちゃね。いや出ない、いや出ない方がやっぱ確率、うん、ジルドレかっこいいな、ジルドレとね、あのメフィストフェルスも欲しいんだよね、コレクションに加えたいから、よかったジルドレ来て、よっしゃジルドレマジかっけ、これ SR で欲しいよねジルドレね、今回ノーマルだけど SR で欲しいわ、めっちゃかっこいいわ。あとメフィスト出ねえかな、メフィストもすげえ欲しいわ。ささ今のところかぶっては1枚しかかぶってないから、まああんまり、うん、調子は悪くないような気がするんだよね。いやでも後半のワンボックスで死ぬ可能性もあるからな、前半はすごい調子いいと思う、アビゲイル来てるから。アビゲイル2発目で来る、おー殺傷員か、外したSR 来たのに来て、もう出ないわ、もうこっちのバラの方では出ないと思う。クソ外したか、これでアストルフォだったら最高だったのにな、セッション行きやら。いやー素晴らしいボインコバインコだけどな、カードデザインは最高最高なのだが、狙いのカードじゃなかったね、絶対マットで欲しいのはアストルフォだから。いやークソ、あとはこっちの箱にかけるしかないな。しかしながらだ、これあのバラだからシャプリングだとしたら分かんないか、もう一枚出るかもしんないよね、もう他の箱と混じってさ、それだったらもう一枚、よっしゃメフィスト来た、やったマジデザインかっこいいよね、 FGO のさメフィストフェルス超好きだ、まあもともとメフィストがすごい好きなんだよね、メフィストフェルスで FGO のやつデザインがすげえいいから、いやーかっこいいなメフィスト、やったありがとうメフィストフェルス、よし、あとね5パッキー、あーあと5パッキー、式部出ないかな、紫式部頼むぞ、紫式部、あーかぶったー、やべえ、まあしょうがない、かぶり。これであの2枚目か。2枚目だよね、かぶりね。やべえな。紫式部、これで出して安心したいな。紫式部よ、あーやべえ。紫式部、次の箱になるか。いや、でも、最終的にゲットできればいいからね。いや、ちょっとやべえ。いやー、紫式部出して。いや、でも出したいわ。どうしても出したい。アビゲイルと紫式部、本当に絶対欲しいからさ。アビゲイルは来て、いやー、アビゲイル来たのにな、クソ、かぶったか。いや、もうこっからかぶるから結構もう揃ってきてるからね。やっぱあの数もそこまでないから、ラインナップ。後半になればなるほどかぶり率は上がってくるからさ、まあしょうがないよね、かぶるのはね。で、これであのバラのやつ最後。あー、紫式部よ。頼むよ。紫式部。出てくれ、式部。あー、出なかったか。まあしょうがない、しょうがない。次の箱にかけるしかねえな。次の箱に。まあでも、あの丸まんまワンボックスあるから、多分シャプリングじゃないと思うから2枚は出ると思うんだ、スーパーでは絶対に。だからアストルフォ多分出せると思う。めっちゃ怖いわ。せめてね、あと200個ぐらいあったら勝負できたんだけどな、もっとな、コンプリート狙えたんだけど少ないからな今日はな。いやでもまあこんだけゲットできただけでもラッキーだよね。一箱丸まんまゲットできてるだけでほんとラッキーだから感謝しなければならない。紫式部頼む、式部やっぱレアだろうな。いや、紫式部めちゃくちゃ可愛いからな。そう簡単には。でも、アビゲイル出たのにね、すんなりね。アビゲイルの方がレアリティ高いのにさ、アビゲイルすんなり出たのに、なぜか紫式部で手こずってんだけど、紫式部レアなのにな。頼むぞ、紫式部。式部頼む。いやー、来なかった。どうしよう、マジで。もう売ってないぞ、これ。まあ、売ってたらまた第2回目やるけど、多分今日で最後ファイナルだからさ、1回目にしてファイナルだから今日出なかったら、かなりきついんだ。頼むって、まあ、単体でこれカードショップで出回るからさ、単体で狙ってもいいんだけど、ネットでもさ、買えると思うし、でも自分で出したいよな、頼む、出てくれ。あとね、できればね、アビゲイルもう1枚欲しいから、SR、出る、2枚出るんだったら、アストルフォとアビゲイル出てほしいなって、個人的には思ってる。アストルフォとアビゲイルめちゃくちゃ欲しいわ、ダーベリー。おぉ、ソロメン、やったぜ。サロメもね、あのラインナップ見たとき欲しいなと思ってたんで、サロメね。サロメ、よし、初サロメだね。初サロメ。初サロメ、ゲット降臨点である。よし、この調子で、紫式部の姉子、式部来い、式部、頼む、おぉ、ビッグエリール、やったぜ、
ガチレンカ、あとアストルフォで、もう文句なしだ。このダブルはレアすぎるだろう、アビゲイル。いやーと、技も俺すげー好きなんだね、アビゲイルの。かっこいいよね、アビゲイル。アビゲイル可愛いしかっこいいよ。やったぜ、ありがとうございます。いや、マジ夢叶うかも。あとはアストルフォが出てくれたら、やばいぞ、これもう言うことナッシングじゃん。あと紫式部なんだけど、いや式部頼むって。なんでアビゲイルの方がレアリティ高いのにさ、式部で苦戦すんの。頼む、式部出てくれ、もういいじゃん。右半分で来てくれ、もう右半分で。式部頼むぞ。紫式部出てこいやなり。いや、くそ、やべ、マジやべ、出ない可能性がある。もう右半分終わるぞ、あと3パッキー頼む。紫式部出てくれ。うおーうおー、やべ、精神的ダメージが半端ない。あとシークレットも出したいしな。シークレット欲しいよね。やっぱシークレットはその金出ねえか。まあ、シークレットは次回だな。多分今日で終わりになるけど、シークレットは次回狙うか。で、今日はとりあえず紫式部とアストロフォを狙う。あと1枚出る可能性あるから、全然アストロフォは絶対出してえな。ささっ、あー、メフィストありがとう。でも嬉しいけど、左半分に突入。え、嘘、マジか、嘘だろ。ちょ待って、もうないぞ、ガチで。売ってないし、しかも売ってないぞ。やばい、頼む。紫式部出ないんかな。え、そこまでレアリティ、SR のが、やばいぞ。ブリューヒルではまあ欲しかったけど、やべ、出ねえぞ。どうする、やばい、どうする、紫式部出ない。待って、今日もう一回探し行こうかな、これ。ちょ、スーパー回りまくるか。いろんな、スーパー。いや、どっかにあるし、いや、でもないんだよな。あそこになかったらもうないからな。うわ、やべ、誰よ、せ、ガタイ。来たけど、初来たけど、やばいな。ちょっと待ってくれて、ガチでやべえぞ。ほんとやばい。あとね、だってもう、いや、もう少ねえもん。うわ、やべえ、待って。あ、ちょっと数えた方がいいわ。数えたらショック受けるから。数えたらショック受けるから。紫式部ちゃんなんで、式部ちゃんなんでこんな手こずってんの。レアだよ、レア。スーパーレアじゃないよ。スーパーレアのアビゲイルさ、うわ、やっべ、マジこれ。嘘、アビゲイル2枚来てんだぞ、アビゲイル。アビゲイルで絶対手こずるはずなのに、普通だったら。でも、レアの式部で手こずっている。意味わかんねえ、式部来てくれ、ポー。ちょっと待てよ。今のは、イシュタルだよな。イシュタル、しかもアシュタルト、スペースだよね、スペースイシュタルだよね、今の。いないよな、絶対いなかったもん。シークレットだ。いや、絶対いなかった、間違いない。あ、シークレット、あ、スペースイシュタルか。イシュタルだ、イシュタル。これシークレットで間違いなく、ほら、いなかったもん。でもね、仕様は SR と変わんねえんだよね。これさ、特別発行紙とかあればいいんだけどね。仕様はあんま変わんない。つうか、全く同じスーパーリアだね。これ SS、 あ、ほら SSR、 シークレット、スペースイシュタルだ。イシュタル、アシュタルと、おー、人呼んで、スペースイシュタル。マジか。水着じゃなかった。絶対水着のなんかキャラ来ると思ったのに。できればライコーが欲しかったけど。まあ、とりあえずシークレットは出せたね。あ、でもアストルフォないわ、じゃあ。そうだ、これね、確かね、スーパーリアの代わりにアストルフォを、シークレット、アストルフォの代わりにだから今回イシュタル入ってたんだと思う。いや、マジか。あ、でもわかんないな。3枚入ってたことあったっけ。いや、すごいうろ覚えだからさ、めっちゃうろってんだよね、あんま覚えてないから。あー、でも、あ、いや、ちょっと待って、でもね、式部ちゃん出したいんだよ、俺、どうしても。え、待って、式部ちゃん来ないんかな。ガチできついんだけど、式部ちゃん頼む。なんで出れんだよ、いいじゃん、出てくる、式部。おー、やっ、待って、幻じゃないよな。ちょっと待って、欲しすぎて幻見た可能性があるぞ。大丈夫だよな。紫式部なり、我、いや、来たわ、間違いない。うわ、最高だな、これ。見てくれ、このおみ足。ダイナマ、いや、でもね、ダイナマイトボディの申し子はやっぱ雷光様だからさ、うん、源雷光様がダイナマイトボディパワー。いや、でもさ、式部ちゃんもダイナマイトボディパワーじゃない。すげえおみ足だぞ、これ。うわ、すっぱ、この服リアルに欲しいね、これ。この服。売ってくんねえかな、これマジで。10万くらい、10万くらいかかってもいいかさ、これ。作ってほしいね、この服。買いてえわ、これ。やった、式部ちゃん来た。よーし、やりきった。今日はもう、あと、アストロフォ欲しかったけど、
シークレット出ちゃったからな。確か2枚のはずなんだよね、 SR で。シークレット出るパティーンの場合は SR1 枚減って SSR が入ってるってはずだったから、いやーよかった。とりあえず絶対マストだった。あのパッケージ見て絶対欲しいなと思った2枚来たわ。アビゲイルとシキブッちゃん、よかったー、やりきったわ。もうこれ文句ないぞ、これは文句なし、ありがとう、文句なし。で、あとはまあ一応出るかもしれないからアストロフォン狙っていこうか。あと出るかな、アストロフォン。あースーパーレアじゃなかったら可能性あったんだけどね、スーパーレアだからもうダメだな。ステンのか、ステンの初じゃねえかな、出てなかったよね、ステンの出てないよな。うん、初、よしよし、初。あと3パッキーかー、いやーあと200欲しい、マジで。もう200あったらな。シキブッチャの被りも欲しいしな。いやでもシキブッチャの苦戦すると思わんかったわ。アビゲイルが SR だったから、アビゲイルこれきついなと思ったらさ、アビゲイルポンポン出てくると、いやーラッキー、超ラッキーだった。うわーラスト2パッキーかー。まあでもとりあえずシキブとアビゲイルこのパッケージのダブルが来たから、ライコいないのがちょっとねムカつくけどね。なんでライコいねえんだよこれ。ライコの水着ないと始まんねえだろ。ライコ、ライコいないとダメだよな絶対な。なんでライコいないんだ、ライコの水着。そして最後のワンパッキー、あーてかリショブン初じゃないか。今ちょっとスルーしちゃったけど来てないよね、リショブン。あれ来たっけ、来てないよな、リショブンは。やったラッキーラッキー、よし。で、あー頼む、つかコンプ、あとモンハンボックスだったらいけたかもしんないよねこれね。モンハンボックスでいけた可能性あるわ。いやーでもアストロフ欲しいな、どうしても。でもスーパーレアだからな。いやーくそ、アストロフ欲しかった。アストロフデザイン出てないよね、横とか。アストロフ出てるか、アストロフ欲しいなマジで。いやマジムカツが、アストロフ絶対欲しいわ。ちょ待って、アストロフはマスト、だからちょっと探せ、まだあのあるかもしれないから、そうやってこれで出たりしてね、出たら奇跡ブレイク、レベルボス、ガイルチュル、ガイルチュル、ガイル、そうだよね、そんな甘くないよね。ということで今回は大勝利中の大勝利中の大勝利だったわ。アビゲイルまさかマジ2枚被ってくれるなんて超ラッキーだったわ。そして紫式、いや紫式部すげえな、ダイナマイトボディ。これで横にライコーもあったら最高だったよな、ライコーさん、ダイナマイトボディパワー、ダイナマイトボディ。すげえよな。で今回シークレットね、いやでもシークレット出てよかった、とりあえずシークレット枠のさ石樽、いやかっこいいわ、デザインすげえいい感じ、かっこいいよね。あとは次回、いやもう店じゃ買えないと思うから単体でゲットするしかなくなると思うけど、アストロフォ狙って、またあったらもしねパート2で開封第2回やるから、その第2回の開封の時にまたお会いしましょう。それではまた次回。今回のね、いやもう開封動画を勝ちだったわ。紫式部が出てくれたからもう大勝利、紫式部が来なかったら勝利だったけどね。もう式部ちゃんが来てくれたからもう大勝利中の大勝利だわ。ありがとう式部ちゃん、いやよかった、紫式部出てアビゲイルと。欲しいのは本当、来てくれてよかった。